デスチャット特番公式 YouTube 28日アップデート情報公開。よいしょ。よいしょ。はい、どうも沢でございます。どうも金でございます。そして運営のポリさんです。おやおやついに来てしまいました。全然来れなかったので、はい、そうですね、ついに一緒に撮ってる、はい、今後もぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあでも、なんで来てくれたんでしょうかというところ。あ、そうですね、説教されるのかなっていう。怒られるんですか。いや何言ってるんですか。むしろ蜜月の中みたいな。難しい言葉を。まあ冗談ですけど、はい、もうあのこれからも公式のちゃんと情報を、ね、はい、発信していかなければと。そうですね、もうちょっと今までのちょっと姿勢を見直しまして、はいはい、素晴らしいことですね。特番も、はい、アプリの中からぜひ紹介させていただきたいかなと思ってます。はい、はい、というところで、はい、はい、かしこまりました。よろしくお願いいたします。はい、ではこちらのメンバーで最新情報をお届けしていきたいと思います。はい、というわけで、はい、2月28日アップデートということなんですが、はい、一体何が来るんでしょうか。なんか公式のブログの方でアイアブレイククルー疑惑がちょっとあったんですけど。そうなんですよ。てか書いてたんですけど、ついにあの、はい、ラグナブレイクシーズン7がついに来ました。いよいよ明日からですね、ラグナブレイクシーズン7ガールズオンファイが始まります。おー、素晴らしい。こちらですね、今バナー出てると思うんですけど、はい、デメテルですよ。そう、デメテルちゃん、はい、デメテルちゃんって言ったらね、はい、あの主人公が最初に契約した、まあ、初めての女みたいな。初めての女って言わないでほしいんですけど。そうですね。まあ、そうですね、結構あのユーザーの中でも思い入れのある元星さんのキャラクターそうですよ、ね、になってて、はい、まあ、こういうのが星5で登場し始めましたよというところでございます。はい、で21日から報告されていたアストリアのストーリーですね、はい、守るべき正義、はい、まあ、こちらのストーリーがなんか前日差になっているということなので、うん、読んでない方はぜひ今のうちにリプレイでチェックしてみてください。はいはい、お願いします。はい、でラグナブレイクってことなんですけど、まあ、やっぱり最初報酬が気になるかなっていうところなんで、やっぱり、はい、そうですね、ちょっとゴリさん来てるので聞こうかなと。なるほど、今回はい、やっぱり注目は、はい、まあ、星5デメテル、ね、そうですね、デメテル毎回見られますからね、はい、でもう一つが、そのデメテル の、 あ、そうです、ね、イベントシーンをちょっと切り抜いたようなイラストの、あのソウルカルタが手に入ります。はい、カルタですね。これはもうぜひゲットしていただきたいですね。なるほど、はい、目玉報酬がね、星5のデメテルと、はい、デメテルのソウルカルタということだったんですけど、ちょっと詳細をね見ていきましょう。はい、でまだスキルはちょっと調整中なので見せることできないんですが、はい、まあ、あのチャイルドがね、まあ、こういう風に動いていますよと。すごいですね、いうところ。やばいですよね、これ。やばいですよね。だいぶあのね、うん、いろんなところがバージョンアップしてるから、あのところがすごいところになってますよね。はい、これ大きくできるんですか。あ、大きくしましょうか。もともと大きいですけどね。うわ、おすごい。大丈夫なんですか、これ。どこ公式ですけど。公式。はい、まあ、そういうゲームですもんね。そうそう、大丈夫。そういうゲーム。はい、このデメテルなんですけど、はい、新しい猛毒というデバフが、うん、トキシックですか、ええ、ポイズンではなく、もう猛毒です、ね、猛毒ですね、はい、もう毒なんで、はい、やばい、やばい感じがしますね。じゃあ、まあ、やばい感じが、まあ、普通の中毒的なものよりははるかに、はい、まあ、この後ちょっと詳しく見ていきましょう。はい、そうなんですね、はい、はいはい、ということで次カルタなんですけど、はい、まあ、失われた夢ということで、はい、効果の方ですね、非属性の専用オプションで、猛毒ダメージ150増加と。これさっきのやつじゃないですか。さっきのやつ。むしろ合わせてほしいよ。はい、バートリーの時もありましたからね。そうですね。踊り合えば増加、はい、なんか、まあ、一緒に出てくれると、まあ、分かりやすいですね。この子にはこれを装備しようというね、うん、意思がね、分かりやすいかなと思いますので。で、こちらはですね、まあ、先ほど言った通り、ラグナブレイクの報酬で、ゲットできるので、はい、ぜひゲットしてみてください。うん、あとはまあこの、デメテルのこのイラスト、うん、まあ、本当このイラストは社内でも結構好評なんですけど、めちゃめちゃ可愛いですね。ぜひですね、レイドのストーリーにすごく絡んでる内容なので、まあ、これはストーリーをぜひ見ていただいて、ストーリーの切り取りってことですか。そうですね、切り抜いた感じですね、はい、なるほど、新しいですね。涙の理由とも分かるんですね。なるほど、はい、なぜこういうシーンになったのか、はい、ぜひそういうところを、はい、ぜひ注目してみてほしいと思ってます。はい、はい、はい、では毎度ですね、ラグナブレイクの際には合わせて登場する新チャイルドがいるんですけれども、はい、こちらがですね、希望のディーノというチャイルドになっております。あのデメテルに続いて、はいはい、リーノもなんと星5で登場してくれます。そうですね、はい、ただ、はい、すごいですね、こうチェーンソー的なものが怪人のおぎり、これで切開されるんですかね。
今までこう持ってたものが非常にグレードアップして、はい、そうですね、はい、やばいですね、このこれやばいです。はい、というわけでですね、こちらの希望のディーノの方なんですが、スキルを特別に、紹介させていただくんですが、こちらも、スキルまだ、調整中ですね、撮影段階では調整中なので、変更して実装される場合がございますので注意してください。はい、それでは見ていきましょう。はい、でですね、ノーマルスキルがですね、防御虫ダメージ、非属性の敵に、追加効果が入るといったイメージで、スライドスキルの方もですね、防御虫ダメージに加えて非属性の敵に追加ダメージが入りますよと。でしかもこれ非属性の敵を優先して3発3体に入るので、はい、まあ、攻撃型としては非常に強いスキルを持っておるのですが、まあ、特筆すべき点はですね、やはりドライブですね。はいはい、そうなんですよね。はい、これドライブ素晴らしいですね。自身に凶暴化20秒間、攻撃力がプラス 90%、で無敵終了時に対象は 100% の確率で5秒間気絶、うん、まあ、こちらはデメリット効果なんですが、まあ、なんかオーバードライブする感じですよね。そうですね、バーサクする感じですよね。むしろフィーバーしてくれみたいな、はい、でこちらの凶暴化をね、フィーバー前に打っておけば、うん、大幅な上昇ですね、そうなんですね、ダメージの上昇が見込める、非常に強力な、ドライブスキルになってます。はい、それではお待たせいたしました。はい、続きましてラグナブレイクシーズン7ガールズオンファイを実際プレイしてみましょうか。来ました、来ました。はい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 、なるほど。ちょうどさっきあのディーノも見ていただけましたし、はい、したぜひディーノも使いながら、ディーノ使っていいんですね。はい、どうぞどうぞ。はい、かしこまりました。はい、来ました。はい、だいぶアグレッシブになってますね。かわいい、めちゃくちゃかわいいめちゃくちゃかわいいですね。いいですね。うん、ただですよ、さっきの情報を聞くとですよ、なんか凶悪なことやってきそうですよね。はい、さっきの猛毒に続き、はい、他にもあるんじゃないかと。はい、踊る刃が、踊る刃、踊る刃、このボスのバトルの中で踊る刃が、なるほど、出てきてしまいますね。踊る刃と猛毒で攻めてくると、はい、そうですね。え、ちなみにじゃあ踊る刃についてちょっと解説していただいてよろしいですか。踊る刃が、はい、まあ、持続ダメージと、あと防御力を下げてくる効果がありますので、はい、まあ、その持続ダメージをどう耐え抜くか、持続ダメージがあるのと、はい、防御力低下があるので、うん、まあ、どうしてもこう食らってしまうダメージが多くなってしまうので、そうですね、はいはい、それをいかに耐え抜くかっていうのを考えながら進めていく必要があります、ね、持続ダメージ解除とか、そうですね、いかに利用するかというのが、はい、肝になってくるのかなというところですね。はい、その通りですね。これあれですね、貴族性のバトリーを持ってるやつ、ね、そうですね、はい、はい、そうですね、はい、踊る刃も怖いんですが、はい、先ほどおっしゃっておりました、猛毒もなんか垣間見えるんですけれども、はい、そうですね、なんかダメージを食らってますね。はいはい、こちらの猛毒について多分、はい、僕ら含め皆さん効果を知らないと思うんですけど、まあ、ちょっと簡単に、はいはい、説明すると、持続ダメージと、はい、さらに、さらに回復力が回復量が少し減ってしまう。なるほど、はい、なるほど、底辺ですね、底辺ですね、はい、底辺ですね、そうですね、底辺だ、偉いことですね。デメテルのやはり注射を打たれて、はい、なるほど、なんか回復量が減ってるみたいな、そういうことだったんですね。なるほど、ナースとしてあるまじい行為をしていると、はい、逆に新陳代謝下げてくるやばいですよね、はい、これは、はい、はい、ということで、まあ、踊る刃も猛毒も、まあ、持続ダメージであることには変わりないと、そうですね、思ってるんで、はい、まあ、今ちょっとガチャやってますよね、パラスとか、はいはい、あとニュービーモーナーもこれちょっとガチャでやってないんですけど、いいと思いますね、はいはい、ニュービーモーナーあたりもいいかなと思ってるんですけど、うん、他どんなの育てておくみたいなのあります？そうですね、他の選択肢で考えると、と、はい、まあ、エラートと、あ、あと、まあ、バストとか、バストですね、はいはい、そのあたりも、ぜひ持ってる方は使っていただくのもいいかなと、はい、入手しやすいし、この辺を用意しておくと、はい、まあ、良いかもしれませんよねっていう。そうですね、今まで育ててなかったかもしれないけど、はい、実はガチャで意外と手に入っているかもそうです、ね、はい、知れないので、ぜひ探してみてください。はい、はい、というわけでですね、はい、本日の先行情報の内容は以上になります。はい、はい、今回も新入れから新チャイルド、はい、モリモリでしたね。モリモリでした。まあ、やっぱり星さんがね、星5になるっていうのが今回の熱いっすよね、テーマでしたね。はい、デメテルやっぱね、僕めっちゃ欲しいですし、あとカルタがね、可愛いんですよ。あの泣いてる女って好きなんで、可愛い。いいですよね。なんかグッとくるものがありますよ。はい、本当に最低集団になったところで、はいはい、頑張って維持しましょ う、 という、はい。他にも何かあったりしますか、ゴリ。そう、実はですね、はい、2月28日というのが、まあ、去年あの DMM でサービス開始させていただいた、
日なんですけども、はい、あのまあ1周年ということで、あのぜひその記念の6位ボーナスを、はい、まあ、アンケートに答えていただいた方もいらっしゃると思うんですけども、はい、あのこのどのチャイルドピックアップしてほしいかっていうところですね、あの属性ごとに答えていただいたんですけども、はい、あの7日間ログインしていただくと、なんと、はい、その人気チャイルドのアンケートの上位のチャイルドですね、はいはい、その中から2台、はい、あの召喚チケットがもらえます。もらえる、はい、すごい素晴らしい。こちら DMM 版を7日間ログインということで大丈夫です。いやもうどちらでも、あどちらでもいいですね。なるほど、はい、ということで、はい、まあ、今後もこういう形で、はい、あの最新の情報をあのお届けできればと思ってますので、はい、ぜひとも今後よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。それでは今回の特番は以上になります、はい、皆さんご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。